めんなさい、咲夜さん。こんな情けない死に方するぐらいなら、言うこと聞いて帰ればよかったかも。本当だよ、かな！卓球しても死ぬよりマシだろ！我慢をし！なんとか、ギリギリ間に合ったね。咲夜さん？また間に合わないかと思ったよ。まったく、心臓に悪いことさせるんじゃないよ。下手に動くんじゃないよ。さて、これからどうしたもんかね。もうちょい上の方で引っかかってたら、なんとかなってたかもしれないけど。とりあえずはなんとかね。とはいえ、ずっとこのままってのはさすがに無理だよ。うん。だいたい一階分の高さは落ちたんだ。それよりさらに落ちていたら、キャッチできても、あんたの腕が持たなかったかもしれないね。さーて、どうするかね。どうするかねって、咲夜さん、どうしてそんなに落ち着いてるの？なっちまったもんはなっちまったもんだし、焦ったってどうにかなるもんじゃないだろう。なっちまったって、咲夜さん、なんでこんな危ないことしたの？あんたが危ないところに近づくからだよ。あたしの言うこと聞いて家に帰ってたら、こんな目には遭ってなかったんだ。私が危ない目に遭うのは自業自得だもん。でも、なんで咲夜さんまで危ない目に遭わなくちゃいけないの？この崖、ここ以外に木とか生えてないよ。場所がちょっとずれてたら、咲夜さんも一緒に下まで落ちてたんだよ。
なのになんで飛び出したりしたの？確認する暇なんかなかったはずだから、余裕っぽく見せてるけど、大博打だったんでしょ？博打ではあったね。まあいいじゃないか。ちゃんと当たりを引いたんだから。よくないよ！よくないってあんた。じゃあ私にどうしろってんだい？って、話して！はぁ？昨夜さん一人なら上まで登れるでしょ？話して！バカ言ってるんじゃないよ！せっかくこうして間に合ったのに、なんでそんなことしなくちゃならないのさ！なんでって、サクヤさんが助かるために決まってるじゃない！私の自業自得なんだから、サクヤさんまで巻き込みたくないよ。そんなことしたら、お母さんに合わせる顔がなくなっちゃうよ。あたしだって、ここでこの手を離したりしたら、まゆみやえみこさんに合わせる顔がなくなるんだよ。よりにもよって、あたしの目の前でハトウの血を耐えさせたりなんかしたら、ちゃんと天寿を全うしてもあの人の前に行けないじゃないか！あの人？ちぇ、なんでもないよ。とにかくね、手段を選ばず助かることを優先するんなら、方法がないわけじゃないよ。そうなの？あんたにはちょっと怖くて痛い思いをしてもらうことになるだろうけどね。こういう状況になってる、そもそもの元凶が何だかわかるかい？私の血、だよね。私の血を飲むと、フロー調整できるって。最勇気の話はあくまで例え話だよ。完全に違うわけでもないんだけどね。じゃあ、人にあらざる汚いの民の多くはもともと長命揃いだし、老化だって人ほど深刻じゃない。むしろ長生きしてるやつの方が強いぐらいだ。別に分からなくてもいいよ。ただそんな連中が欲しがるのは力だって分かればね。力？正気とか妖力とか生命力とか神通力とか、いろんな形を取るから単純に力としか言いようがないんだけど、あまねく物事を動かしている霊妙不可思議な何かのことさ。私たち生物がこうして生きているのも、そういった力が働いているからだよ。
私が生きているの。そうさ、生き物に流れている血は力の結晶みたいなものだからね。だから生贄として捧げたり、呪いの触媒として使ったりもする。それって人間のじゃなくてもいいの？動物を生贄に捧げる風習は世界中にあるからね。だけど血にもいろいろあるんだよ。ジャンクフードみたいにスカスカの血もあれば、栄養調整食品みたいにギュッと力の詰まった血もある。同じ人間でも十人十色さ。そしてケイ、あんたの体の中には数千人にも匹敵する力が流れている。それがニエの血。ニエの血を生むあんたの体は、無尽蔵に力を生み出す打ち出の小槌みたいなものなんだよ。狙われるのも当然さ。木より岩が先に参りそうなのは何かの皮肉かね。え、いや、こんな状態なのに前置きが長くなったね。さっさと本題に入ろうか。血が力そのもので、中でもあんたの血は特別だってことは分かったね。でも、私の血だけあっても役に立たないよ。大丈夫だよ。ちゃんと全部揃ってる。え？あんたの血を飲んで力を振るうことができる人間以外の生き物がここにいるんだ。私は山の神の娘の眷属、水木の民の血に生まれた。あんたら人間とは違う種類の生き物だよ。そんな冗談言ってる場合じゃ。あんたこそ私の言い分を冗談扱いしてる場合じゃないよ。私にあんたの血を飲ませるか、他のやり方を試すか、とにかく手を離すってのはなしだ。こうなったら一蓮托生だよ。私のこと怖くなったかい？別に怖くなんか。ううん、やっぱり怖くないって言ったら嘘だと思う。多分そうかい。怖いより好きの方が大きいよ。そうかい。ねえ、さくやさん。なんだい？さくやさんは私のことどんくさくて邪魔な子だと思ってる？そうだね。死ぬ気もないのに崖に向かって全力疾走するような子だしね。
でもね、私は邪魔なものはスパッと捨てられる片付け上手だよ。邪魔ならこうして掴んでないよ。うん、わかった。さくやさんに全部任せる。痛いのも怖いのも我慢する。私の血で助かるならいくらでも飲んで。よし、Kの覚悟は受け取った。とはいえ、まずこの体勢を何とかしないと、血を飲むどころじゃないね。とりあえず Kの体を持ち上げるよ。でもこの体勢でどうやって。言っただろ、私は人間じゃないんだって。私の首に捕まえられてる逆の手回しな。よし、回したね。いいかい、今から手を離すから、こっちの手も首に回すんだ。私は腰に回すから。一瞬の勝負だよ。持ち替えが済むまでは、あんたの片手だけが命綱だ。もし途中で離したりなんかしたら。今度こそ真っ逆さまだよ。それじゃ、せーので一気にやるよ。待ったなし。このままじゃ私が持たない。せーの。それじゃあいいかい。じゃあ首上げて。首筋を噛むなんてドラキュラ伯爵の映画みたい。そりゃ今からすること考えたら正真正銘まんまだからね。あ、そっか。驚いて首に回した手を離すんじゃないよ。これで3度目。今度こそ私は。